そうか。言うな。うるさい。覚悟ばっかりさせてごめんね。いいの、大丈夫。何がごめんねで、何が大丈夫なのか、何が覚悟で、何が権利なのか、よくわからなかった。みんなと考えが離れてしまったような気がして、みんなと離れちゃったら、俺はこのスピラで一人だ。自分が一人きりなのを感じるのは辛かった。ともあれ、ひとまずはマカラーニャ寺院を目指す。ユーナはシーマーと会い、好きに話し合えばいい。俺たちガードはその結論を待ち、以降の旅の計画を考える。いいな。ユーナのことが気になるか。気にすんなってのが無理だよ。何するつもりなんだ。単純に考えれば、結婚を承諾することを材料にしてシーモアと交渉するつもりなんだろうな。何の交渉。さあな。一人で大丈夫かな。望み薄だな。シーモアの方が役者が上だ。分かってんならさ、何とかしない？ユーナがそれを望んでいない。ああ、それも分からないんだよな。俺たち信用ないのか？逆だな。皆を巻き込まぬよう、一人で解決しようと決意している。うん、そんな感じだ。でもそっちの方が心配するっつうの。話してくれるだけでいいのにさ。それができん娘なのだ。生真面目で思い込みが激しく甘えべただ。よく見てんな。ユーナは分かりやすい。はは、確かに。いつかガードの出番が来る。その時はお前が支えてやれ。遅い。悪い。俺は不思議と落ち着いていた。ユーナの結婚は俺が想像するようなあれやこれやの結婚じゃなくて、そう、旅を続けるためのちょっとした儀式みたいなもの、そういうふうに考えられるようになってたからだと思う。まあなんていうか、諦めの境地ってやつだったのかもしれないけどさ。行こっか、ユナ。あんたたち、ドナを見かけなかったか。ドナ見てないっすよ。どうしたんだ。森に入ってからはぐれちまって。くそ、どこ行っちまったんだ。落ち着く。でもあいつにもしものことがあったら。取り乱して無駄口を叩いても何の解決にもならん。今はドナの無事を信じて全力で探すことだな。でもガードが取り乱していたら召喚士はどうする。そうですね、
手伝いが必要か。いいえ、一人で大丈夫です。アーロンさん、ありがとうございます。どうした？ああ、元気出してって言おうと思っただけ。ちょっと待て。確か、この辺りだ。なんすか？見せたいものがある。でも、アーロンさん。すぐに済む。って普通の水じゃないのか。スフィアの原料となる水だ。人の思いを封じ、とどめる力がある。ずいぶん古いな。これは中身消えてっかもな。10年前、ジェクトが残したスフィアだ。見てみろ。おう。お前、何を取ってるんだ。よくわからねえが、長い旅になるんだろ。珍しいものもたくさん見れそうだ。となりゃ、全部スフィアに記録しといて、女房とガキにも見せてやらねえとよ。この旅は遊びではないんだぞ。しかしブラスカよ、真と戦う召喚士様の出発だってのに、これじゃあなんだか夜逃げみたいじゃねえか。これでいいさ。見送りが多すぎるとかえって決意が鈍りかねない。そんなもんかね。ま、おめえがここに帰るときにはもうちょい賑やかになるだろうさ。真を倒した英雄として派手に凱旋パレードや。そろそろ行こう。夜が明けてしまう。アーロン、もう少し寄ってくれ。よし、それでいい。そんな嫌がんなよ、堅物。うるさい。ブラスカ、お前もずっとけよ。ユーナちゃんへのいい土産になるぞ。そうだな。ブラスカ様、こんなことをしていては時間がいくらあっても足りません。なーに焦ってんだか。この旅がどういうものだか教えてやろう。アーロン、なんだよ、何楽しそうにしてんだよ。続きあるみたいだよ。お前がこれを見てるってことは、俺と同じようにスピラに来ちまったわけだな。帰る方法がわからなくてピーピー泣いてるんじゃねえか。まあ泣きてえ気持ちもわかる。俺も人のこと言えねえよ。だがよ、いつまでもうじうじ泣いてんじゃねえぞ。なんたってお前は俺の息子なんだからな。ああ。なんだ、その…ダメだ、まとまらしねえよ。とにかく元気で暮らせや。そんだけだ。じゃあな。最後だけマジなフリしたって説得力ねえっての。フリではない。あの時ジェクトはすでに覚悟を決めていた。
覚悟？ジェクトはいつでもザナルカンドの家に帰ることを口にしていた。風景をスフィアに収め続けたのは帰ってからお前に見せるためだ。しかし旅を続けスピラを知り